そこ僕の席なんですけど。え？何言ってんだよ、ここは自由席だぞ。いや、でも他にもどっか空いてんだろ、あっち行け。あー、すいませんお客様。え？この新幹線は修学旅行専用車両となっておりますので、次の新幹線をご利用いただいてもいいですか。修学旅行だと？こんなご時世にのんきなもんだ。なんでそんなバカたちのために俺が降りないといけないんだよ。ようやく行けるようになったんです。邪魔しないであげてください。俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは違って日本を支えてるんだぞ。そんな俺に行くなって言うのか。そういうことではなく、次の新幹線がすぐ来ますので。俺は降りんぞ。修学旅行だって中心しろ。おいごろてめえ、勝手なことばっか言ってんじゃねえぞ。修学旅行に行くな。学生さんたちが今までどんなことを犠牲にして今日まで生きてきたのかわかんのか。知れねえよ。学校のあらゆる行事が中止になり、友達と会えない日々だって乗り越えてきた。その生活は当たり前に過ごしてきた大人じゃ想像もつかないぐらい辛かったことだろう。それを得てようやくみんなで最後の思い出作りに行こうっていう時なんだよ。うん、どうかこれ以上辛い思いをさせないであげてください。あー、なんか腹減ってきたな。そばでも食ってくるわ。はぁ、駅員さん、おかげさまで念願の修学旅行へ行きます。ありがとうございました。いえいえ、今日は皆さんに光が当たっていますから、皆様の声がこだまするほどに楽しい旅にしてきてください。その望みを叶えるのが私たちの仕事ですから。はい、駅員さん、駅員さん、おかげさまで念願の修学旅行へ行きます。ありがとうございました。おいごろてめえ、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 俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは、俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは違って。